1980年代半ば、四川省生徒とチベット自治区主婦ラサを結ぶ戦造線を頻繁に旅していた私は、かつて四川省関税チベット族自治州路角県に住んでいたことがある。戦造線の北ルート、皇帝県と関税県のほぼ中間あたりにあった。小さな町のほとんど全ての建物が新しく、マンションも道路も新しくなっていたのが印象的だった。 これは当時周辺の立ち遅れていた四川省関節州地域では特に目立つように見える現地の人に聞いてみて初めて真実が分かった1973年2月マグニチュード7.9の大地震が六角を襲い2000人以上の死者を出す大きな被害を出した関節州は人口が少なく2000人以上の犠牲者が出たことは深刻な被害であり当時の地震の強さの恐ろしさが分かる 路角の町はほぼすべての建物が倒壊し、破壊された。その後、徐々に再建が進み、震災から10年以上経った1980年代半ばには、すべてが新しくなったように見えた。露閣から東は皇帝、そして瀬田山を越えて露帝県に入ると、ますます人口が密集し、村や町が多くなってくる。露帝は打線路とも呼ばれる。 新国軍はチベットに入り東のルートは露テと皇帝のこの道を通り露テで軍備の最終準備をしたため露テは重要な物流基地でもあるそのため弓道上には打線路という名前が付けられた身長末期新国軍はチベットに入るとき打線路と皇帝を経由したチベット族遺族漢族が混在する地域だが地形が危険であった 中国の多くの山は東西に走っているがここの横断山は南北に走っているこのような地理的条件から雲南省や江西省から四川に入ろうとすれば簡単にここまで足を運ぶことができる新朝末期の太平天国の関達会は江秋前と対立した後太平軍10万を連れて江西に戻りその後四川に入ろうとしたが結局露呈以南大都賀の安春ちゃんと航で新兵に囲まれ結局敗退した 中京は1934年に後世で敗北した後西に逃げて湖南省と江西省の境界を越えて最後にこの地方に着いたそして大都がを渡って北上しチベットの阿バ地方に逃げ込んだ中京が自慢する皇軍18人の勇士大都がを強硬と化する皇軍兵士の話は調整の中で戦闘の逸話として唯一持ち出せるものである他のほとんどは国民党軍から逃げていただけで大した戦闘ではなかったからだ 大都賀にかかる鉄条橋はかつて清国の兵士がチベットに入るために作ったものであるこの戦いは吹聴されていたが実際には橋の向こう側に10人ほどの守備隊と壊れた鉄砲があるだけで大した戦いはなかったというそして重要なことは皇軍は安春ちゃんつまり関辰海が包囲された場所にいる時一部の皇軍がすでに大都賀を渡ったことだ しかし国民党はすぐに追いついたのでみんな大都賀の両岸に沿って一緒に北へ向かって逃げたほぼ同時に露呈橋に到着したさすがに対岸に散らばった守備兵は形だけ何発か撃って逃げたそれは赤軍の戦士聖火両言に明記されている後世の資料から昭懐石が意図的に中共の後軍を逃げさせたものだと分析し結論づける専門家もいる 1930年代小中世は中国と日本の間に戦争が起こるに違いないと判断し積極的に戦争の準備に取り掛かった一方では軍隊の準備と装備の購入を行い他方では小方針の空間対時間戦略である総力戦を実行するために四川を主要な公営として選んだしかし当時四川は劉将垂川は劉文岐がそれぞれ支配していたため中央政府は状況を把握できず 共倒れを狙った2個強食の刑で皇軍の残部を四川に追い込み中央軍もそれに続いて最終的に事態を掌握した厚生省出身の8万6000人の中京の皇軍は古南の将校を渡ってから戦力の半分以上を失い3万人しか残していなかったその後逃亡したり死んだりして大都がに着いた時には約2万人官祝までは約78000人しか残っていなかった 国民党の中央軍は後軍を追撃し一歩も譲らず江南から出発し湖南紀州四川官縮を経てついに先生の西北軍の巣に到達した中央政府はこれらの地方を掌握してその後の抗日戦争の基礎ができた1970年代四川州の関ンや阿バのチベット地区には自分は後軍あるいは後軍の子孫を名乗る人々がいて北京政府に自分たちを認めてくれるよう求めていた 確か中共の方針として故郷が四川の人は認めないが後世ナ南福建広東などの人なら調べてもいいということだった証人がいれば軍籍を回復させるが投籍は与えない証人がいなければ全員に月20元の生活費を支給する故郷が四川省の人は基本的に認めない一つには四川はチベットのすぐ近くなので行軍かどうかを証明するのが難しいこと もう一つは四川の後軍は主に超国東軍で当時毛沢東の政敵だったため認めなかったのだ少し話がそれたが主に先ほど地震が起きた露呈と大都がの場所について話したい中国の主要な地震帯の一つは雲南チベットと四川の境の横断山脈で成都の北から龍門山脈を経て先制に至るそのため四川省の西部と北部は地震が起こりやすい地域である 特に過去20年間中国の他の大地震地帯が比較的静かであるのに対しこの地帯だけは地震活動が非常に活発で2008年の四川大地震2013年の雅安地震関粛西海地震雲南の複数の大地震が全てこの地帯で発生している地震には周期がある前回の中国地震サイクルは1960年代から1970年代にかけてで 1976年の東山地震が最も有名である当時は中国の全ての地震帯が非常に活発な時期で雲南省や四川省での地震も非常に激しかった1980年代以降中国の地震活動は比較的穏やかだったが2010年頃から再び活発化した9月5日に発生した露呈圏の地震はマグニチュード6.8深さ 10km であった 地震はさほど大きくなかったが明らかにあちこちで揺れを感じた震源地から約 260km 離れた生徒でも強い揺れを感じた2000万人以上の人口を抱える同士では地震が起きても逃げられない自主的な自宅待機という人類史に残る前例ができたもし地震の強さがもっと大きかったらあるいは人口密度の高い四川省の中心部に近かったらと思うとゾッとする もしそのような出来事が起こり大きな犠牲が出たとしたら一つだけ確かなことはそれが歴史に記録されたであろうということだ9月5日正午に四川省を襲った地震は家屋の倒壊や土砂崩れを引き起こし疫病の流行と重なり政府が街を封鎖して人々が出られないようにし膨大な犠牲者を出したとおそらく司書に書かれるだろうしかし現実の問題としてこの説明ではまだ実際の問題に対処できていない 10月には第20回党大会が開催され習近平の再選がかかっているそのため北京は会議の前や合間に大規模な集団感染事件を起こさないようしっかりとした指示を出しているのである一言で言えば全ては第20回党大会のために実際にはそれ以上に中共の官僚の暗黙のルールが絡んでいるこの数ヶ月中共体制のほとんどの幹部は今年の第20回党大会が政府関係者全てにとって極めて重要であり 今後20年間の政府内での昇進を左右しかねないことを認識しているそしてゼロコロナ政策は世界で最も馬鹿げたことである例えば四川省の人口は1億人に近いが9月5日の新規陽性者数は140人であり0.00014%であるが人口のほぼ半分の人が家から外出することを許されないこの割合はインフルエンザの時よりもずっと小さいのではないかと思われる つまり都市封鎖の決定は公衆衛生上の決定ではなく医療・健康上の決定でもなく論理的・常識的な決定ですらなく純粋に政治的決定であるなぜなら現在の中国の最大の苦境は実は経済の苦境であり立国境の言い方によれば問題が経済市場の不安定であるからだ 6月末に中共政治局が会議を開き経済を救う必要性を確認したことから立国協は10万人規模の会議を開きその後9つの禁止事項を発表し国務院監視運営チームを排除して各省に経済救済のための対策を促すことになったこうして経済を救うこととゼロコロナ政策が北京で最も対立する2つの政治路線となり習近平は政治局内で実際に少数派となった その後中央宣伝部と党メディアは何が最も重要か政治的決着をつけることを党幹部に念押しする記事を何度も発表したこの政治的決着はどうあるべきなのか自分たちのためなのかそれとも国のためそれとも国民のためその結果共産党のあらゆるレベルの幹部が自分たちのために政治的決着をつけ始めていることはもはや明らかであるつまり正しい路線をたどることだ 中共には数えきれないほどの前例がある今述べたように革命や皇軍の経験者であっても不幸にして第四方面軍つまり超国棟の皇軍に属していれば申し訳ないがその線が間違っていたあるいは少なくともその疑いがあれば月20元の生活費すら与えられない昔は10年で中共のトップが変わるということで10年は川の東10年は川の西という問題があったが 今や習近平は終身再選を果たしその後も習近平の身内が支配を続けることが分かった今今回の路線の正しさは極めて重要ではないだろうか中共の官僚の論理では地震で人が死ねば神の責任疫病が流行れば地方公務員の責任となりあなたの路線に問題があることが証明されるこのことが中共中央組織部の記録に残れば今後20年間は二度と昇進して金持ちになろうとは思わないだろう また経済不振の責任を疫病予防のための閉鎖に押し付けることができるのも都市閉鎖のメリットである今年中国で5.5%の経済成長を達成することは基本的に不可能であるそして習近平はすでに貿易が経済的な代価を払う価値があり必要であり政治的決着をつけなければならないと発言したしたがって地方幹部にとってこれは不手際の責任をすべて免除することに等しいなぜそうしないのか これは中共の独裁体制が抱える典型的な構造問題である実はこれは全ての権威主義的なシステムの構造的な問題でもある権力が上から来る限りこのようなことは必ず起こる古代中国において地方官たちが大きな危機に直面した時彼らが考え行うことは全て朝廷や皇帝一族国のためであり庶民のためになることはほとんどしなかった こうした傾向は世相が変わり政治状況が制御不能になった王朝末期に特に深刻であった現状はもうそう遠くはない今